フライ級52キロ3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。こちらがライズウエストを主戦場にしている福岡県出身のルカ対します。まだ復帰してから勝利がないライズフライ級4位のヤヤウィラサクレックです。お互いに158センチという両選手です。37歳になりましたヤヤウィラサクレック、そして18歳のルカの一戦です。改めてこの試合の放送席です。解説は初代ライズクイーンミニフライ級王者の寺山ひなたさん、そしてゲスト女優として活躍中の志田ねねさんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ第6試合フライ級の一戦ということになりましたが、志田さん本当に今日は、はい、女子の試合がたくさん組まれているという大会になりましたよね。そうですね。で女子の選手って言ってもそれぞれまた魅力が違う試合ばっかりで、見応えありますね。そうですね。あのライズガールズパワーが2021年に開催されてまだ開催されてないというところですが、寺山さん、これどんどん女子選手のこの活躍っていうのもそこにつながっていく可能性ありますよね。いやなんかまたさまざまな魅力ある女子選手がライズに集まってきているので、はい、ライズガールズパワー見たいなと思いますね。はい、さあややウィラサクレックが赤コーナー、そして青コーナーがルカ、有料選手の対戦です。この試合は結構年齢差がありますよね。そうですね。37歳のヤヤウィラサクレックと18歳のルカ。で、まあ、年齢差もあるんですけど、試合数もね、ヤヤ選手の方が倍以上あるの です、ね。まあ、そのヤヤ選手の経験値が、勝るのか、こうルカ選手 の、 勢いが勝るのか、そういったところも見どころじゃないかなと思います。お互いに返しの左フック相打ち、ローキックを蹴っていくのはややウィラサクレックです。いや寺山さん、このややウィラサクレックですが、はい、まだ復帰して勝ち星がないというところですから、うん、早く勝ち星欲しいと思っているところでしょうね。そうですね。なかなかやっぱ怪我からこう大きな怪我からリハビリをして、そもそも練習をまず始められるまで相当時間がかかると思うんですね。そうですね、うん、そこで心を折れてしまう、私もちょっと折れて引退したところもあるんですけど、そこを折れずにこうやって復帰に向けてしっかり準備をしてきたと思うので、今までのこう鬱憤とかをここで発散してほしいですね。はい、やはり人体っていう風になってくると復帰まで時間かかりますからね、かかると思いますね、そこで折れてしまう選手も多い中、そこで自分に勝ってこうやってリングに上がってきているヤヤ選手は本当に素晴らしいなと思いますし、ただルカ選手にとってはそんなこと関係ないので、関係ないですからね、しっかり自分の試合をして勝ちにつなげられたいんじゃないかなと思います。このルカの方も現在2連続 KO 勝利中というところで乗りに乗っています。はい、結構ルカ選手はパンチがうまくて、特に前手のフックとか、ボディがすごいコンパクトでパワーがあるので、そこをちょっとヤヤ選手はしっかりカバーして今のローキックとか自分のパンチにつなげていきたいですね。はい、返しのフックなんかも力ありましたよね。ありますね。でルカ選手もこう体幹がしっかりしてて、はい、こう足をしっかりこう地につけてフックを思いっきり打つ、はいはい、うまいので、ここずっともらい続けてしまうとやっぱりこうダウンにつながってしまうので、しっかりカバーして、そこを合わせるだとか避けて攻撃っていうのをヤヤ選手はしていきたいですね。ただこの回転コンビネーションではヤヤウィラサクレックの方が上か、相手を押し込んでいきましたが、この手数では寺山さん、はい、ヤヤの方が上回ってますからね。そうですね、でどちらかというと圧力もヤヤ選手の方が若干このラウンドはかけてたかなと思うので、はい、その圧力にこう屈さず自分の攻撃をルカ選手はしっかりと当てていきたいですよね。さあ第6試合フライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、第1ラウンドが終了しました。青コーナーがルカ、そして赤コーナーがヤヤウィラサクレックです。いや第1ラウンドから志田さん、お互いにどんどんこう近い距離で打ち合っていきましたよね。そうですね、なんか駆け引きっていうよりかはどんどん打ってるイメージでした。
さあ第2ラウンドはどうなっていくかというところですが、第1ラウンドの印象、寺山さんいかがですか。そうですね、まあ、お互いあの遠い距離というよりかは近い距離で削り合いをするようなタイプの選手だと思うので、あのその近い距離での攻撃をこうお互いどれぐらいカバーして当てられるのかっていうのが2ラウンド目3ラウンド目以降もこう鍵になってくると思うので、はいはい、でお互いどんどん前出てくると思うので、そうですね、あのそこをどう対処していくかっていうのがあるかなと思います。ピンクのラインが入っているのがルカ、そして赤いコスチュームがやや裏炸裂です。いや第2ラウンドも激しい打ち合いになっている。いやここはルカが前にどんどん出ていきます。第2ラウンド、寺山さん、こうルカが少しギア上げた感じがありますね。上げてきましたね、この突進に対してやや裏サクレックがどういう風に対処していくか。ローキック、結構ローキックいいと思うんですよね、どんどんやや選手蹴っていったらこのローですね、いいと思います。これ3ラウンド目にもこう響いてくると思うので、やや選手はどんどん蹴っていったらいいと思いますし、ルカ選手は現時点では効いてないかもしれないんですけど、もらい続けてるとやっぱ効いてきちゃって踏ん張れなくなってくるので、そうですよね、ちょっとカバーしたいですね。自分の可能性を信じて戦っていると話していたヤヤウィラサクレック、ルカ選手の足も上がってきてますね、今みたいにこう外すのとかでも全然違ってくるので、はいはい、あんまりあの前足にあのの外側にこう蹴られるあのローキックは受けたくないですね、はい、結構もらってますね。これローキックでダメージ溜まってくると上のパンチというのも当たってきますか。あ、そうですね、やっぱりローキックを当て続けているとどうしても効いてなくても下に意識が向くので、あの上が開きやすくなるんですね、はいはい、なのでやや選手はどんどん蹴っていきたいですし、ただこの第2ラウンドに入ってから突進が増してきましたね、増してきましたルカです。前に出てくる力がどんどんと強くなっているルカ、その18歳の突進に対してヤヤビラサクレックどう対処していくか、ハイキック出していきます。前蹴り、右が顔面を捉えていきましたヤヤビラサクレック、ただルカも後ろに下がらず応戦していきます。ボディルカ選手のパンチパワーありますね、上下に打ち分けていきました。前回の試合は1ラウンド TKO 勝利、その前は3ラウンド KO 勝利、現在2連勝2連続 KO 勝利中のルカです。前蹴り距離を作っていくヤヤビラサクレック。さあ第2ラウンド、このラウンドに入ってルカの突進がかなり強くなってきました。これヤヤビラサクレックとしては寺山さん、ローキックはどんどん蹴っていった方がいいですかね。蹴っていった方がいいと思います、現にちょっと足とルカ選手の足止まり始めてるので、どんどん蹴っていった方がいいと思いますね。ガードを上げながら距離を詰めていくヤヤに対してルカがこのパンチで距離を詰めていきます。ここで第2ラウンド終了。さあ第2ラウンドが終了しました。会場からも大きな声援が飛んでいます。復帰後まだ勝ち星がないヤヤビラサクレック、そしてライフウエストを主戦としているルカの対戦です。第2ラウンドの印象は寺山さんいかがですか。そうですね、パンチのあのヒット率とかっていうのは、はいはい、ルカ選手の方があるのかなって、あの圧力とかっていうのもありますし、はいはい、ただまあローキックもヤヤ選手のローキックも結構あのヒットしてるので、はい、ここでヤヤ選手はもう1個2個自分の攻撃を当てていきたいですし、ルカ選手は、まあ、あのもう圧力すごいかかってるの で、さらにそのギアを増してあの手数をどんどん出していきたいですね。はい、木田さんどうですか。そうですね、ヤヤ選手復帰してからそんな試合してないと思うんですけど、復帰までのブランクを全然感じさせないですね。復帰してからは2試合なかなか勝利に恵まれないヤヤビラサクレック、ここで一つ勝ち星を取りたいところ、前蹴りで距離を出していこうというヤヤビラサクレック。ルカも前蹴り力がありました。さあこれコンビネーションヤヤビラサクレック、いいフットですね、はい、ルカ選手もこう
ところを散らしたり、あとまあちょっとまだ3ラウンド目でまだボディが出てないので、はい、もうお腹にもパンチ散らしていくとより入ってくると思うので、うん、圧力をかけながら攻撃も散らしていきたいですね、はい、このルガのパンチも結構重そうですよね。 重そうですね、でさらにこうごちゃごちゃっと組み際、離れるタイミングに必ずルカ選手攻撃出しているので、はい、うん、そういったその相手がちょっと油断したタイミングを見逃さず攻撃しているところはすごいいいなと思います。距離を詰めてこの左は相打ちですが、その後まとめてミドルにつなげていったのはルカです。相手を押し込んでいこうというルカ、いやただややミラサクレックも相手を押し返していく、ここくるお互い苦しいところなんで、そうでしょうね、しっかりこう相手見て、攻撃手数出していきたいですね。ガードを固めるややに対してルカ、ミドルキックも織り交ぜていきました。バックブローから前足蹴り、この辺りは空を切りましたが、ややミラサクレックパンチをまとめていく、パンチをまとめていくのはややです。ここはチャンスですね、左右のパンチを出していく、いやここはまとめていきたいややミラサクレックです。お互いやっぱ雑になってきているので、しっかり逆手のカバーとかしていきたいですし、打ち合いの時やっぱチャンスなのです。そうですよね、よく見て攻撃当ててきたいですね。ただ志田さん、この時間帯きつそうですね。そうですね、そこを乗り越えられるかどうか。ここ返したい、ヤヤ選手を返したい。そうですね、あと左フック、ルカの左フックです。あっとパンチを返す、左2発ダメを捉えていきましたが、ルカのパンチも返ってくる、左の差し合い、あーっと左フックだ、ややの左フック、顔面を捉えていきました。ただルカもパンチを返していきます。あーバックブロー、これは空を切りました。いやただこのルカの蹴りもいい形で入っています。肘のぶつかり合い、あと10秒ですね。ここ前お互い前行きたいですね、最後の一踏ん張り、前に出られるか、あ膝が入る、ここで第3ラウンド終了。最後まで打ち合っていきましたルカ、そしてややミラサクレックです。宮下さん、一番きつい時間帯でしたけれどもね。そうですね、これもう年齢関係なくきついですからね。そうですね、2人の頑張る姿グッときました。試合の方は判定にもつれ込んでいますが、いや会場の応援の声というのも寺山さん大きく飛んでましたね、はい、飛んでましたね、盛り上がってますね、勝つのはルカか、それともややミラサクレックか。それでは終点結果をお知らせいたします。ジャッジ永瀬29対28、赤ややミラサクレック、まずはややミラサクレック、ジャッジ29対28、赤ややミラサクレック、あ2つ入りました。30対28、赤ややミラサクレック、以上3対0のということで、判定の結果3対0、赤のややミラサクレックが勝利をものにしました。いやこれで寺山さん、復帰後初めての勝利ということになりました。そうですね、なかなか苦しい期間が続いたと思うんですけど、はい、こうして、勝利をすることができて、なんかこちらもグッときますね。そうですね、いや若い子には負けないぐらい美容にも気を使っているという話をしていました。今日は18歳のルカとの対戦、最後も本当に石田さん気持ちが見られましたよね。そうですね、これ勝ててすごく嬉しいと思いますし、見ていてこっちも勇気もらえますね。復帰後はメルティキラー、そしてカネックワン、ルース、ノーセステーンと戦って敗れていたややミラサクレックですが、復帰後ようやく勝利を手にすることができました。お伝えしてきました第6試合フライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、ややミラサクレック対ルカの一戦は判定3対0でややミラサクレックが勝利をものにしています。